これで、ちょっと、武器だけ見ておこうかな。食わないでね。返事がない。人間の言葉は通じないようだ。はぁ？オーブを求め旅を続けるアイノたちは、ロミアとキナイユキの種族を超えた愛の結末を見届け、白の入り江で、マーメイドハーブを手に入れた。そして一行は、海底に沈んだオーブの手がかりをつかむため、一路、海底王国へと船を進める。よし、海底王国ムーレア。やってきたはいいんだけど、とりあえず一本道なんか？一本道っぽ。なんと虹色の枝が強く光り出した。どうやらこの近くにオーブがあるようだ。マジで？その辺に落ちとる感じ？なんか、もらうとかじゃなくて。これ何？待って、見えない。なんかいっぱいあるわ。あれだけかと思ったらめっちゃいっぱいあったわ。そしてなんかジャンプすることによって方向がよくわからなくなる。お！人魚おったよ。おぉ。いいね、なんか。なんかいいね。かわいい！あの髪型かわいいよな。すげえモリモリやけど。めっちゃ泳ぎよる。あれも人魚か？魚か？おー、いいね。優雅に。ほほう、ここはまるで天国じゃの。いやー、長生きはしてみるもんじゃ。おっさん。海の中だったら息ができるぜ。これも人間の不思議な力ってやつか。おかげで海底に沈んだっていうオーブの話が本当かどうか確かめられそうだな。あゆな、オーブのこともあるけれど、まずは海底王国の女王様に会いましょう。ロミアのことを伝えなければ。そうやね。悲しいけれど。どうも。ここは海底王国ムーレア。美しき人魚の女王が治める海底楽園よ。なんかちょっと高い位置に。尻尾の分ちょっと高くなるんか。めっちゃ見上げる感じになるけど。これ上とか上がれるん？上がれなかった。上がれなかった。別に特に何もないっぽいね。これ下も行ける？行けんわ。行けんわ。あ、ここはまた別のところから行くってことか。こんな、それぐらいジャンプしろよ。薄い空中ではないけど、なんかすごいね。疲れてない？人間の歌には一緒の力があるの。あなただいぶ疲れてるみたいだし、ちょっと私の歌を聴いていく？お、聞く。人間の優しい歌声があたりに響いた。あ、回復！しかもマジックポイントも全部。お、やべえ、ありがとう。お、そしてこれは？ほら、今年で240歳になるけども、人間とおしゃべりするのは初めてだ。あんたが噂の女王様のお客さんだな。あんたが海底で息ができるのは女王様だけが使える魔法の力でな。海底流の大歓迎ってやつなんだぞ。女王様は一番奥の宮殿のてっぺんにある玉座の間であんたが来るのを待ってるぞ。なんかこういう世界ってさ、なんか女の人可愛かったり綺麗やったりするけど、男ってなんかちょっとあれよね。ブサイクよね。何これ？何これ？え？何の生き物これ？え、これ生き物よね？ちょ待ってって。なんか後ろ向いた。ちょっと上がらせて。もしかして上がれな、あ、びっくりした。めっちゃびっくりしたね。これ何？気にならんこれ。おい、こら。これ何？何にも話せるようなやつではないんか。めっちゃ気になるやん、これ。ただの魚ということか。なるほど。なんかあそこに、亀っぽいの。亀やね。くっそ。くっそ、自由が利かないぜ。お、あ、すげえ。すげえ、店の人サメや。食われそう。やばいね。あ、やっぱそういう感じなんや。へえ。まあ、そうよね。人間はおらんもんね。でもこういう人型だけじゃなくって、ちゃんと魚型がおるんやね。なるほど。そして。人間さん、海底何をしに来たんだい？俺たち海の富は食べても美味しくないし、人魚を食べても不老不死になんかならないんだからね。海底に沈んだオーブを探してる？
俺そんなの知らないよ。難しいことは人魚の女王様に聞いてよね。だから最初からそのつもりだよ。こいつ頭げた。エラなし、ヒレなし、水かきなし。まさしくそなたは人間だ。幼き頃より憧れ続けた人間が、今、私の目の前に。生きててよかったかわいい。なんかめっちゃかわいい。めっちゃかわいいメガネっ子やけど、喋り方はちょっとね、ちょっとなんか落としいってる感じよね。あ、すげえ、泳ぐ泳ぐ。いいなぁ、やっぱ移動手段泳ぎって。羨ましいんやけど。この空中にいる方のお話は聞けないっすかね。あ、めっちゃ気になるんだけど、降りてきてくれないっすかね。くわぁ。こう自由に動き回れない感じ。空中にいる人ともお話がしたい。お、何休んでんの。あれはもう何十年前になるかしら。当時私は人間の世界に夢中で、王国の近くを通る船をよく見に行ってたの。よく見に行ってたの。その時に聞いた明るい歌声が今も耳に残っているの。もう一度あの歌が聞きたいわ。誰やろ。まだ生きとる人かな。何してるのかって見りゃわかるだろ。釣りだよ。王宮で食べる食事は料理長の俺様が調達してるのさ。なんだよ、ジロジロ見やがって。人間は魚を食べるのに釣りをしねえのか。つくづく変な生き物だな。いや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 。人魚魚食うんすか。なんかそれってどうなん。共食いとかいうことにはならないの。まあ、一応、人型の魚、でもさ、サメがお店やってたよ。あれは、食料には入らないんすかね。あれは別なんすかね。面白いな。めっちゃこっち見よりやん、こいつ。何あれ、ちょうちんあんこ。なんかめっちゃ先っぽ割れとったけど。あ、宝箱。イエーイ。お、小さなメダルゲットー。やったね。そして、女王様とやらは一体どこにいるの？何これ？あ、これも人か。人間だ。ごめんなさい。ごめんなさい。謝るから僕を食べないで。森でザクッとつかないで。つかないよ。大丈夫だよ。これは来てないところか。民家かな？これは普通に。あ、どうも。私はこの家の家政婦をしているの。ご主人はロミアさんっていうとっても綺麗な人魚なのよ。あ、ロミア。魚のみんなには内緒なんだけど、あなた人間みたいだから教えてあげる。実はね、この家にはもうすぐ人間の男の人が引っ越してくる予定なの。ロミアさんが結婚の約束をしたんだって。人間はちょっとおっかないけど、ロミアさんが好きになる人ならきっといい人よ。私、楽しみだわ。え、もうすぐっていうのは多分、あれよね。もうすぐここに男の子を連れてくるからって言って多分ね、随分時間が経ったんだと思うけど、人魚の時間感覚すげえな。ロミアさん。ロミアマジで？家政婦がいるような家庭の子なの。めっちゃ金持ちやん。めっちゃ金持ちやん。やば、お嬢様やね。んで？あ、ここか。女王様の気まぐれみに困ったものだ。人間なんかを王国に入れるとは、一体何を考えておられるのか。貴様本当に女王様のお客人か？少しでも怪しい動きをしてみろ。二度と王国に入れぬようにしてやるからな。じゃあ入らさせていただきます。普通に開くんやね。あの人に開けてもらうんかと思った一瞬。え、あれが女王様？ん？どれが女王様？恋のおらんけど。ようこそ人間さん。女王様が玉座の間にてお待ちです。しかしながら、人間用の階段なるものは海底宮殿にはございませんので、私が玉座の前をお連れいたします。玉座の前へ行きます。あ、なるほど、そういうことね。あ、ここにはおらんのや。受けてまいりました。それでは人間さん、しっかりと私の手に捕まっていてくださいね。なんか、女王様ってわかるようなのおらんかったなと思って。やっぱ、でかいね、ちょっと。なんか美人や。お待ちしておりました、アユナ。ようこそ、海底王国ムーレアへ。私は人魚の女王、セレン。アユナだと？女王さん、あんたなぜこいつの名前を知っているんだ。私はちょっとした魔法が使えるのです。地上のすべてを知っていますわ。地上のすべて知っとんやったらさ、ちょっとロミアに教えてあげるとかそういうことせんかったんね。死んどることも絶対わかっとったやろ。さ、
難しいお話は後にしましょう。早速ですがユナ、あなたがお探したのはこれでしょ。でもってあれをね、すべて知ってんやったらもうロミアが死んだことも知ってるってことよね。人間の世界のものは本当に美しい。海底には届かない日の光を閉じ込めたよう。ロミアのことではお世話になりました。これはお礼です。さあ、あなた方にお返ししましょう。結構あっさりくれるんやね。ありがとう。アユナはグリーン用棒を手に入れた。やったね。私は見ていました。ロミアと機内のこと。陸に上がった人魚は青となり消える。この掟を超え、愛し合おうとしたのは、彼らが初めてではないのです。人間と人魚は共に生きる道を何度も探してきました。けれどそれは叶うことのない夢。でもこうやって来れとるってことは、こっちでなら暮らせるんじゃないの？なんか時間制限があるとかなんかの。私たち人魚から見れば、力も体も弱く、未熟な心を持ったあなた方人間は、とても危うい。しかし、瞬きのような一生の中で、何かを求め、力強く生きる姿は、ひときわ輝いて見えるのもまた事実。人間が海底に溢れるのと同じように、私たち人魚も地上に暮らすあなた方に惹かれてやまないのです。やっぱ一瞬なんよね、人間の一生は人魚にとって。機内とロミア、巡り回る命の大樹の意志のもと、二人が再び出会うことを祈りましょう。そして今、私とあなたが出会ったのも、大いなる世界のご意志でしょう。我らが勇者アユナよ。時の流れに身を委ねなさい。大樹がそれを望むのならば、私たちはきっとまた巡り合う。お、なんだ。すべては大樹の導きのもとに。なんかめっちゃ日がさしてきた。叶わぬ恋の見届け人。機内ユキと人魚のロミアの種族を超えた愛の結末を見届けた勇者に贈られる称号。めっちゃ悲しい称号やん。一発の称号集めに、称号を獲得した数が50個以上となったものに贈られる称号。もう50個以上になったん？マジか。これで？もうここでの用は終わりっすか。やれやれ。地上で生きる人間、海で生きる魚、種は違えど、セレン様にとっては何ら違いのない等しい命なんじゃろうの。我らの女王セレン様は、なんと器の大きい人魚なんじゃと、わしは誇りに思いますぞ。やっぱ自分らのこと魚って言うけど、魚食っちゃダメじゃん、やっぱり。要件はお済みですか？それじゃあ入り口に戻りますか？なんか、来るときと別の子になった？なんかちょっと軽くなった気がするんだけど、ノリが。了解しました。人間さんを王宮の入り口へご案内。なんかもっとシャキッとした子じゃなかったっけ？ほら、やっぱり違うね。真面目そうな子やね。これは、教会ということかな？いやね、多分。じゃ、これで海底の用事は終了かな？とりあえず武器とか買っとこうかな。自分しまるんやね。なんだなんだ？もう一度だけ。ふんふん。あれはもう何十年前になるかしら。当時私は人間の世界に夢中で王国の近くを通る船をよく見に行ってたの。その船はとても立派な商船でね。たくさんの船乗りさんに混じって小さな男の子が乗っていたのよ。その子は小さな手に楽器を抱えて、毎日毎日陽気な歌を歌っていたわ。彼の歌は明るく、陽気なリズムで、海底王国では聞いたこともない歌だった。私は夢中になって聞いていたわ。けれどしばらくすると、その子は船を降りたのか、陽気な歌は聞こえなくなってしまったの。ああ、もう一度だけあの歌が聞きたい。旅人さん、どうか男の子を探し出して、歌を歌ってほしいと頼むことはできませんか？うんうん。海底王国ムーレアにいる人魚に人間が歌っていた憧れの歌をもう一度だけ聞きたいと頼まれた。いいけど。ありがとうございます、旅人さん。昔のことだからその男の子のことはあまり覚えていないの。覚えているのはダーハルーネという船に書かれた人間の文字だけ。お願いします、旅人さん。男の子を見つけ出してもう一度あの歌を歌ってほしいと頼んでくださいね。クエスト憧れの地上を引き受けました。まあ船って言うけん多分ダーハルーネやろうなとは思ったけどね。あの街にじゃあその歌いよる人とかがおるっていうことや。銀遊詩人とは違うんかな。別かい。さあこれでちょっと武器だけ見ておこうかな。食わないでね。
返事がない人間の言葉は通じないようだ。はぁ、あ、はぁ、何かえんやん。おいこら、通じろや。通訳は、あいつ信頼のゴールド銀行へようこそ。アイナ様から現在2万8000ゴール、いや、いいよ。通訳してって。何人魚の世界の買えないの？どういうことよ。意味がわからんやないか。くっそー、なんてこったい。なんてこったい。ちょ、待って。じゃあこれから、まあ、まずはダーハルネに行けばいいかな。ストーリー的にはどうなるんだ、これ。あ、どうもどうも。ようこそ、ここは海底王国ムーレア。人間のお客さんなんて何百年ぶりだろう。海の上が恋しくなったら、私にいつでも話しかけてよ。すぐに海の上を送ってあげるからね。早速だけど、人間さん、もう海の上に戻るかい？戻ります。マーメイドハーブの音色が聞こえたら、いつでも迎えに行ってあげるよ。どうぞ、それまで元気でいてね。ありがとう。ほい、それじゃあ、今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。